はい、皆さんこんにちは、ハレードプロの津村健二です。どうも、こんにちは、トモハッピーです。はい、すいません何を笑ってんだよ。元気ひどいじゃん、ひどいじゃん。はい、というわけでハレードコンバット2第3回目は、はい、本日発売の、ラブニカの献身のカードを使った新スタンダードお送りしたいと思います。いいね、新スタンダード。俺ね、ハレリアコンバットに出てる過去3、4回新スタンダードしか呼ばれないっていう新スタンダードおじさんみたいな。新スタンダード、俺一番好きな種目レガシーなんだけど、はいはい、どう思うそれ。あ、レガシーなんだね。僕もちなみにレガシーが一番好き。レガシーやろうよ今日レガシー変えようよでもね、結構心踊ってはいるんですよ、新スタン。 いつも今回かなり前回もね、楽しかったし、なんかデーモン出されてボコボコされてあのカードがね、環境で結構使ってて、ね、今クロミドにも入ってるもんね。まあ、今回新しくギルドがさらに5つ登場して、うん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 、環境どうなるか読めない。今スタンダード環境マッキーですけど、強いデッキの種類が多いって言われてたんですけど。そうだよね、なんか結構強いデッキ多くて、まあギルド環境とかって色分かれてて、その5種類でも楽しかったっていうところに5種類追加で、そう、しかもギルド10種類だけじゃなくて、うん、ギルラがこんだけあると3色のデッキもたくさん出てくるんで、ランド充実。そう、読めない、はい、でもスタンダード的にはかなりランドが充実してるぐらいの感じ。5色もいけるかもね、5色、まあ、キンキンデッキみたいな、あの楽園の贈り物とかで、うん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 、もう全然5色出るカードもあるしね、はい、一部ね、いけると思います。最初のラブニカも次のラブニカも最初のラブニカてかラブニカ自体が第3世代ラブニカだもんな。前回どれぐらいなの、1個目と2個目どれぐらい前。2個目が2012年です。お、詳しいね。久しぶりにプロテクターのがラブニカの2つ目の時、うん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 、1個目も2005年が2005年ソラブニカです。ライフフロムロームとかね、そうです、ちょうどオルガリのハートロールとかが入ってたのが2005年。まあ今回アブソーブとかも再録されてますけどね。ああいいね、ちょっと使った、初めてのプロツアーで使ったんだよ確か。アブソーブ、青白のねコントロールみたいな、まばゆい天使で殴るみたいなデッキだったんだけど、はいはいはい、僕それ天敵でした。ファイヤーズだった。そう、ファイヤーズ時代、ファイヤーズ時代ブラストダームとかね、大嫌いでした。懐かしいな。しかしラブニカの世界人気だよね、本当にね。3回目来訪しちゃうぐらいだもんね。毎年マジックが好きになって。ラブニカの、今回もさ、人気高いじゃん、正直。ラブニカのギルドで、それまでと全然こう、マジックのさ、空気感が変わったじゃん、うん、スタンダードの大会とかさ。ってすごいです、ね。そうそう。今回も僕、うん、まあ毎、こんなに毎回来てて、毎回面白いセットって、やっぱラブニカならではかなと。そうだよね。結構割と王道みたいな感じだと思う、マジックの歴史におけるね。まあもう多色といったらラブニカみたいなイメージがついちゃってますね。というわけで、まあマジックの歴史の長さを感じつつ、はい、はい、対戦に移っていきたいんですけど、今回新カードめちゃくちゃいっぱい入ったデッキをハレリアウェイファインダーから今回ちょっと早めに公開されて、最近なんかハレリアウェイファインダーってその写真ワンツイート、ああワンデッキじゃなくてもうバラバラ、あのワンツイート 3,4 デッキついてたよね今回ね。あの写真ね1個だけだと思ったら結構いっぱいついてたりするんで、皆さんぜひくまなくチェックしてみてください。そんな感じで、はい、今日は、はい、2色じゃなくて3色のデッキで対決していきたいと思います。いいね、3色対決、お互い3色いいね。まあ、もうこんなことも楽勝でできるぞというのをぜひご覧いただければなと思います。はい、はい、というわけで早速対戦していきたいと思うんですけど、この動画を見て面白かった、よかったと思ってくださった方はぜひチャンネル登録やコメント高評価をよろしくお願いします。はい、チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。止まっていかない。はい、じゃあ行ってみましょうか早速、はい、よろしくお願いします。じゃあお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速おしゃれになったシニスリーブを使ってやっていきたいと思います。おしゃれになった問題がね、かなりなくなったこの、はい、じゃあ透けない、ムラがない、はい、お願いします。お願いします。この音がいい方が先手でいい。大体大変あー、ほんとか9 6。じゃあ先手、はい、お願いします。お願いします。お願いします。いやー、微妙。はい、ちょっとね、やっぱギリギリいけそうな雰囲気は出てるんですけど、うん、マリガン寄りですかね。ちょっともう一枚と違えば言ってもらったんですけど、残念ながらマリガン。はい、これはもうバッチリ。で、6枚、ね、はい、はい、
これちょっと色があれですけど、まあギリギリキープは2段目これ置いてますし、3段目うまくいけばここまで繋がるのでキープしたいと思います。はい、今回ちょっとまだカードが発売前ということで、ちょっとギルドランダー古いセットですし、新しいカードは、コピーになってます。はい、あらかじめご了承ください。はいはい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。で、1段目は後ろをタッピングして。先月でした？してないです。早速したかな。下でお願いします。はい、はい、で、改めましてセットで。はい、アリーナ勝手にやってくれるんだ。そうだよね。1段目はい、なぜか初版日本語本の繁殖池タップインして終わりです。なんでこれみたいな。おっ、じゃあフェイクして18です。はい、で、アズカンタを移動です。はい、クローします。はい、はい、森コントロールしてるからこれ置いて、はい、どれがいいのかな。迷いますね。なんか強い2マナカードが3種類もあるっていう。3種類迷うなこれ。はい、じゃあまずマナクリーチャーからだな。ダイオドリド、自分のあれですね、好きな色が出るのね。どっちから出るマナが今青緑、今青緑赤のマナが出る。どっちコントロールしてるから、その3色のうち好きなの1マナ出せます。で、さらに順応で、順応3が5マナでできて、で、プラス1カウンター置かれてる場合、まあ、倒れないブラックロータスみたいな3マナ好きなマナ出ちゃうっていう。おお、すごい。3マナ好きな色1色を、自分の土地から出る好きな色1色を3マナ出せちゃう。はい、終わりです。カウンターしてアッキーマン、はい、落としで、どうしよう。はい、まずい選択。はい、そのまま、回復して16で、はい、終わり。すげえ食らってくれてる。ショックランドの3色は事故りづらいけど結構痛いことあるよね。痛いんですけど、コントロールだとちょっとやってる問題になりますよ、ね、ミートランドなんですけどね。もう心素直に3ターン目に4マナ券出せるんで出しちゃおう。出席議長バニフェール、お、出産の殻、出産の殻と言われる。通りました。通った、はい、よかった。中略されないか心配だった。終わりです。じゃあエンド前に成長を流せるの2マナのインスタントでカードを1枚引いて、はい、その後に途中1枚割り出してもいい。帰ってきてインスタントになっちゃった探検。そうですね、強いよねこれね。ただ強いです。ただ、うん、土地が出ない。出ない、土地止まった。土地止まった確定した。もう1マナ置けるのに。じゃあピーク、はい、はい、これ上でドローします。ドビンの栄冠、マイナーの時にカード1枚引いて、インスタント仮想サリーを唱えるたびに、手札に戻す。もう2点ゲームという。え、何これ何これ。カード1枚と2点ゲームで、で、インスタント仮想サリーを唱えるたびにこれを手札に戻してもいい。インスタント呪文をインスタント呪文をメインフェーズに唱えた時だけ。ソーサリーはダメ。ダメ。とりあえず2点ゲームと1枚戻る。はい、超アドバンテージエンジンじゃん。18で今さら、はい、で終わりです。あら、はい、非常に難しいな。出産から難しいですね。デッキに入ってるカード覚えてないといけないもん。それはまあ昔から一緒だと。まあ男らしくいくか。よくわからんから。はい、上機構職員。18。で、包囲攻撃の司令官。ギャングパンダ、はい、出ました。で、ゴブリントークン。ゴブリントークンを反対出します。出してたりすぎた。はい、3体、はい、バレた。ギャングももうね、何回ギャグコマンダー、ギャグコマンダーってことで、で、これで起きろ、マーニフェアルでギャングを、はい、司令官、さくります、はい、司令官、いけにえで、6マナをこれ強いな、こんな別にね22ゴブリンさくったところで大したことないもんね。で、6マナのカードを場に出せる、場に出せる、場に出せちゃう。本当に空なんだ。じゃ、この東海ワン立てよしかね、プリンスと言われた。コハヤム出た時に格闘かマナ以外の能力の土地割れるんだけど、今その能力は使えないんですが、あ、プライチかヘイストが選べる。プライチか速攻なんで、先に確実に減らせる方がいいか。4点速攻で14で終わりです。じゃあアンタップしたら開けます。はい、上で、はい、
終わります。フルオープン、フルオープン、いきます。おお、来ちゃった。すげえ難しいな、このデッキマジで。出産だからやっぱ難しいですね、これで。さすがにそうされたいんで、はい、成長室の守護者出ました。プライチカウンターが乗るたびに同じ名前のカードをサーチできる。ハダーナの通り出ました。これでこれ作ります。はいはい、これあグルールの呪文砕き、暴動で自分のターンの間自分とこいつは呪言、あなたも呪言、はい、あなたも呪言、呪言あの水族館にいるやつじゃなくて対象にならないっていう本を。これすごいな。ジュゴンでかくて好きなんだわ。これじゃなしでしょ。これだけは。これあれだよね。白2つ含む、白2つ以上含む4マナ立ってたら気をつけなきゃいけない残骸の漂着。そうなんですよ、ね。無視できますね。今まさに打とうと思った。無視できますね。打つことすらできない。戦闘入ります。はい、じゃあまず暴動で速攻選びます。はい、戦闘で肌穴で成長室の守護者乗せます。で乗ったんでサーチします。めちゃくちゃいいデッキじゃないですか。めちゃくちゃなんか普通にプロツアーでミスティックチャンピオンシップで普通にね、いそうだよな。このって使いたいですもん。成長室の守護者、はい、サーチしました。手に加えます。戦闘中なんで、はい、これでアタックします。10点。10点4。早くね。なんか早いし、賢いのに早い。そう、早いし、盤面すごいし。そしてアドモ取って、終わりです。レンダーオプトで、はい、下でで、あんた、下アドカンタで、はい、下アドします。あクリーチャーを全部破壊、クリーチャー破壊、お前、死なないで、読んで普通に破壊させる。これです。これで暴動付きクリーチャー、そうです、4しかない。3以上の暴動付きクリーチャー引けば、ゴロ来い、来た、え、来た、はい、野生の律動、はいはいはい、自分のクリーチャー呪文は打ち消されない。打ち消されないのこれ、うん、で自分のコントロールするクリーチャー暴動を持つ。本当だ、打ち消されない。で、これを出します。自分の暴動で速攻を選びます、はい、このエンチャント野生の律動の暴動で1個置きます。で戦闘入って肌穴で1個置きます。でアタック、やったすごっ、なんか気持ちよく回った。すごいな、こいつやりすぎちゃいます。でもあれ2枚持ってて、漂着2枚持ってて、これやばいね。何これ、こいつやばいっすね。すごい漂着メタのカードだね。でしかもカラカラも出してこれるし、選べるっていうのがいいよね。赤緑ってあんまり選択しないからさ。強すぎる。はい、お願いします。はい、打線でいただきます。おっ、おお、いいんちゃいますか。これはいいこれはいい。はい、こちらもちゃんと序盤から動いていけて、色物をバッチリで文句なしです。キープ、はい、お願いします。お願いします。じゃあタップインで終わります。ドローして森からラノアル、はい、終わりです。で島を置いて終わります。ドロー、蒸気孔、はい、18、野生の律動、ファイヤーズ、ファイヤーズ、平成のファイヤーズ中略、これは消せますよね。いやでもこの動画見てる時も平成じゃないかもしれないけどね、後で見た方にとっては平成じゃないかもしれない。今平成で撮ってます。終わりです。平成、ほっ、ガンタ置いて、はい、タッピングして終わりです。いいね、なんかバントカラーってやっぱ色の組み合わせ綺麗よね。いいですかね。ティムールはちょっと個人的にはすげえ好きなんだけど、ちょっとカオス感があるっていうかぐちゃぐちゃだよね。クラシック16、16、
ザルターのゴブリン、はい、王道でプライチカウンター選択します、はい、で、成長室の守護者、はい、出ました堀です。ジャスキープに預かんと言います。普通にグルールだね、今俺ね。そうです、グルールある、うん、今、セットとしてどうしよう。はい、土地は守ってない可能性が高いぞ、これは。で、これを見てもらいます。まあね、ランダムな1枚になっちゃうカードをして今の使ってね。そうです、まあこれから、うん、これぐらいの3ターン目打つとめちゃくちゃね、強いんだからね。2、3ターン目だと4ターン目以降とかはそんな島名フェアスリーが減ってくるよね。ドロー、はい、ライフ消しなくていいからです。はい、アタックライフ欲張んないでこのままお手を殴ろう。アタックです。このカードもすげえ使われてるよな、ずっと。はい、すごいか、このままでいいかな、このまま、はい、やられましたって。基本土地2枚、サーチで、ショックイン、はい、2ゲーム連続登場。いくらすんだろうな、ホイールの繁殖池、初版6000円。もっとするでしょ、しない、初版だよ、初版。超希少度高い、成長室の守護者出ました。そしてもう使っちゃいます。順応2で、え、2? うん、順応に44になってまたサーチ。すごいやん、絶え間ない構成って感じだよね、なんかね。いや、マジで絶え間ないっす。そういうカード面ありそう。絶え間ない。はい、守護者持ってきました。はい、はい、終わりです。強いな、強くない？44って。何こいつ。ラッキー、はい、入れます。で、どうしよう。ほほー、2点で18。ああ、やばいやばいやばい。プラスします。やばこちゃんで、どうします。プラス、プラスで、はい、で、単純で切って、そっか、ノーワールで殴られちゃうもんね。終わります。はい、スロー、はい、ダルターンゴーリン、はい、出ました。こいつゴブリンか、包囲攻撃の司令官で作れる。おお、ほんとだ。これでヘイスト、順応はさらには置けないもんね。そうですね、速攻で全部デフェリーに、全部デフェリー、はい。まあこいつやられたとしても、何かやられたとしても3個削っておけば能力一択できるから、そうしたいだよね。まあ、そんな感じしたよね。まあ、3個3点で残り2削っておきましょう。硫黄の滝を置いて守護者と、守護者、順応、ま、強くない、こいつ。いや、強い。顔100円だったら日本中の絶対100円ではない、ね、守護者顔。そんなわけないね、こいつは。絶対強いっす。見た目強いじゃん、2万の剣で。アップキープ、はい、カウンター、そのままカウンターで、はい、しぼり上で出てます。で、手振りはい、して、おっ、フェイク16、やばいよ、やばい感じするよ。 X4 でハイドロイドのホームセーターに、はい、で、X4 で唱えたんで、唱えた時に X の半分のカードをドローしてライブゲームに、その後します。なので2点回復して2枚引いて、で、X4 で出ました。カウンターは簡単、半分じゃないの、はい、あ、結構でかい、でかっ、飛行トランプレーションしかも、そうっす。で、短視力テレビで2つ起きて終わります。結構困っちゃうね、それはね。ライフも増えてるし、まだ44か、44で、こいつ強いっすね、ほんとでかい。ドロー、はい、かな、かごまだ、ギャンコマ、ギャング、いや、いいな、このカードも。だってもう20年前から使ってるよね。言い過ぎ、18年ぐらいか。友達さんからずっと使ってる、ね、18年前から使ってるよ。出ました、はい、で、ゴブリン出ました。今だったらね、昔強すぎたけどね、強すぎました、ダメージ差から、はい、で、職員12、ギャンコマで飛ばします。2点、まさかバウンスで大丈夫、1回目大丈夫、1回目大丈夫だよね。はい、2点、うん、こんなのよりデフェリー殺した方が良かったかな。こんなんひどい選択肢与えちゃったかな。死にました。あと
じゃあこれ両方テフェリーで、うん、いや、またこっちにしまって、はい、テフェリーが1で、はい、終わりです。アップキープで、7枚のアズカンタン、はい、して落として変身します。はい、困ったね。でドローします。はい、おぉ、ラスでも打たれようもんなら。おぉ、また絆、はい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 、こっから無限入ると気持ちいい。無限入んの、なのずっとあれ引けば、あ、運命の絆だけになっちゃえば。じゃあ、テイルプラスして引きます。はい、じゃあ置いて、はい、話終了時にテレビで2つアンタップして、はい、成長のラスに、はい、します。すごい、なんか続いてる。で、終わって、すごいすごい。で、選択をターボランド好きのスムラが蘇ってきた。これだけ言ったらあってもいいよ。いやー、今日の晩ご飯何食べようかな。まだそんな続いてないという。ランタップします。はい、で、ドローします。ほっ、おお、すごい。え、なにこれ、え、どうなんの、なんかすごそう。それじゃあ手で、はい、すごい、ほっ、ほっ、そんなすごくない。やった、すごい。なにこれ、なにこれ、なにこれ、シンブラン強制、青青青青 XX、 ちゃんとある、青4つある、1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 もで、X なんで、はい、え、なになになに、このカードは何、X 対の集団強制、そう、プレインゾーカーをパクれるっていう。え、え、X コントロールのクリーチャーとプレインゾーカー、 X 分ダブル X だから3です。どうぞ。3だね。なにこれ。すごい、マジック、そういうゲームじゃねえよ。で、タンシェルテレビで2つの機能が、はい、重いからね、それぐらいさせてくれよって感じだよね。いや、これすごくないですか。8マナで2つ落ちてるんで結構強いな。8の2が多分一番強いね。10マナで3つも強いし、それ以上はもうモンスター。引いてびっくりしました。スタンダードで、スタンダードでこれ使うのかも。プレインゾーンが取れるってかなりすごいですね。激アツだよね、大どんでん返しみたいなね。ドローします。はい、ちょっと、もうちょっとちょっとなんか希望が少なくなってるけど、ギャンコマでもなんかあれだな、能力使えないギャンコマで、まあまあ可愛いは可愛い。いや、このデッキには一味使える感じじゃない。守護者来ました。ナノアールなんかそういうのがあるわ。いつまでいるか分かんないな。守護者出ました。職員、はい、10ライフ10、自分の職員だけでライフ10まで減っちゃった。終わりです。アンタップします。で、ドローします。はい、テレビプラスで、強いな、面白ゴブリンデッキ。ハズカンタ起動します。はい、漂着のもう行かれたかな、これで、楽園の拡散、はい、送り物か、送り物で3,021、はい、赤村がひっそり、赤村出ちゃった、ひっそり、すごいな、面白いゴブリン。で、単収、これ赤村2個でやるんだっけ。いや、赤村好きなの、2マナ、オッケー。で、エンドに置きたいです。はい、で、終わり。エンドに順応です。もうないでしょう。あ、まだ当てるないのか、当てるないの、はい、順応で通してこない。ないです。上がってきたクリーチャーを守りたい。おお、ハダーナの通輪、お、やばい、飛ぶワンちゃん、通りました。先頭に入ってこれに置きたい。お、はい、置きました。変身、はい、はい、なになに、3マナタップで最初のクリーチャーに飛行とパワー分プラスプラス、はいはいはい、ことは重重飛行なのか。はいはい、これで飛行とパワーパフェンス XX5 を修正してテフェリーに重重飛行で投げます。はい、やられました。終わりです。念の前に選択、はい、5分目で
アップキープ、アップキープに絆を。はい、これはもう大丈夫、この厚み、はい、で、すげえ厚いわ。どうも、アズカンタ、テフェリー、デッキには絆で普通に勝ちに行ったら早いけど、マイナス。はい、で、攻撃します。はい、ロック。はい、4点。はい、6で、アズカンタ、はい。すげえ自分のゴブリンで痛めつけられてて、いい気持ち、いい気持ちって。運命の絆効果で安定します。はい、で、倒します。で、手を入れます。はい、攻撃宣言。はい、残り2で、赤赤出して、赤と白使って、はい、使って、無念自分の、自分がオーナーのカードだけでやられてる今。自分のショックラウンドと自分のゴブリンの、ありがとうございます。はい、というわけでお送りしました、アレラコンバット2第3回、ラブリカの剣心入りのスタンダード先取り放送でしたが、いかがでしたでしょうか。やっぱりパワフルというか派手なカードが多いですね特にカード名ああ、そういうことか。はい、はい、やっぱり慣れないことはするもんじゃないいやー、ごめん、いや、2カード多かったね。野生の立道とかボードをついてるやつに、そう、ね、もう一回ボードをつけれるっていうのがいいよね。まあ、サーチするやつとも相性いいですし。うん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 。何が強かったかな、一番。そっちはどう。僕、集団強制とハイドロイド混成体かなり好きでした。楽しい。集団強制、普通にカード強いなと思いましたもんね、思いだけあって。はいはいはい、これ、ま、マナーをたくさん出す価値があるカードだよね。そうそうそう、ゲームのゴールになる。これやっぱなんか成長室の守護者、ああ、2マナ22、2マナ22で3ターン目もうでっかくしちゃっていきなりアド取ってもいいし、2マナ22だったらしばらくそのまま置いといて普通に戦ってもいいしね。あとコンボも多いですよね、ボードをつけるエンチャントとかハダとかいろんなやり方で、プラス1カウントとにかく1個乗っければサーチできるんで。あと暴動っていう能力がやっぱり赤緑の能力なの2択で選べるから、はい、常にその考えれて面白いよね。軽めのやつだったら基本は置いた方が良くて、そうですね、重めのやつだったら結構速攻のがいい場合が増えるのかなって感じだけど、うん、どっちで使うこともあるから常にこう考えることをね、うん、気を抜けないっていうか。暴動本当にいいキーワード能力、まあ、ちょっと強すぎるよりかなと思うんですけど、僕は本当に歴代で一番好きなキーワード。これどれ出そうかなっていう、2マナ剣が3種類あってどれ出そうかなってさっきもあったけど、それも楽しいし、能力どっち使おうかなも楽しいよね、やっぱね。うん、いや、もうリミテッドアリーナでも出てたんで早速やってきたんですけど、もう早速僕はグルールと、シミックが一番強いんじゃないかなって。お気に入り。そうですね、キーワード能力がやっぱ強いなと思って、うん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 、アダプトと順応と、ボードがちょっと抜けて強いんじゃないかなと。まあ、仕事も全然強いんですけど、今回だからリミテッドかなり派手で面白いなっていう印象を今のところ受けてます。ゲームの序盤からこう押してる方が有利に進めやすい、そのアグロ環境っていうか比較的前のめり環境なんだね、はい、結構押し返すのが難しいな。死後とか並んじゃうともうそこから相手側が押し返すのはかなり難しくなるんで、うんうんうん、確かに確かに。で、回避能力とかもちゃんといっぱいあるんで、スタンダードはどうなるかな、どういう環境になるかな。もう今2つのデッキ見てもらったら分かると思うんですけど、もう何で終わりだなって。ぐるぐるだけど呪文貫きさんはかなりびっくりしましたね。3万33の残骸の表情聞かれてない。呪文のね、そうやばいよねえ、普通に4枚使いたくない。で、伝説じゃないしさ。いや、強いんですよ、こいつは。強いね、これは。白といえば残骸の漂着みたいなイメージでしたけど、うん、これからもしかしたら浄化の輝きの方がこいつのせいで。確かに確かに、まあ、ただやっぱヘイストもつくから浄化の輝きちょっと難しいんですよね。そうだね、そうしてもヘイストついてすぐで殴ってくる。今なににボードを持ちとこいつでね、なんか44のデッキはいろいろありそうだよね。いや、だからウルウルは今回本当に素直な暴力で、そう、めちゃくちゃ強くなった。序盤ライフ削られちゃうとそのままねヘイストがいっぱい入ってるっていうことでやられちゃうね。攻め合いみたいになる可能性もあるからね。そうですね、そういう敵はやっぱ後手の攻撃的な敵はどうやって後手番をまくるかっていうのが大事になってきます。そこで死後がね、そこで死後が強いのかもね。受けて、トークン出るからしぶといよね。
今のところはちょっとオルゾフとかのデッキはまだあんまり出てきてない。これから新しくまた出てくると面白くなっていくのかな。うんうんうん、それはとりあえずしばらくは集団強制で遊びたいです。これで相手のプレーンゾーンをパクりまくりたい。もう単色のカードでその地味に強化されてるみたいなのがまだ隠されてる、そんな気もするよね。はい、うん、最近イクサランとかそうでしたからね。新しいセットが入って古いのがなくなったと同時に一気に爆発し始めたみたいな、うん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 、たくさんありました。こういうのなんか見つけたいよね。はい、3色でもいいし、古い2色が意外と誰も注目してないこんなんが強いみたいな見つけて、こう一気に引い出ることが可能かもしれないし、今回出産の殻みたいなクリーチャーも出たんで、まあ、その今まであんまり注目されてなかったクリーチャーとか改めて見直してみるとまた面白いかもしれないです。というわけで、ハラグラコンバット2第3回、以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。